こんにちは、おもとの方面です。今回はおもとの用土について、用土で水やり、肥料、病害虫はどう変わるかについてお話ししていきたいと思います。今回のトピックは大きなおもとと美術品で、用土による違いについて、土、赤玉土、砂利についてお話ししたいと思います。で、また土、赤玉土で砂利それぞれの特徴と、また水持ち、肥料持ち、虫と病気についてお話ししていきたいと思います。まず私たちおもとの方面園として、おもとの用土っていうのはどれでもいい、でどれだって上手に作れると思ってます。で、それぞれの用土に合わせて水やりや肥料を工夫していきましょう。で、大きなおもとと美術品というテーマについてお話しするんですが、まず畑の土では肥料の効きも良くて、おもとは大きく立派に育ちます。葉の伸びや子の上がり方もやっぱりいいと思いますね。逆に砂利系統が多いと水持ち、肥料持ちは悪いんですが、小型でガチッとしたおもとになります。おもとの芸を凝縮、濃縮して緑の宝石や緑の美術品と呼ばれるおもとを作る、そんな独特なおもとの世界観が表現できます。で、これは大木を鉢の上にこう表現していく盆栽にも似た、ちょっと日本に独特なあの美意識、植物の美意識ですね。おもとを大きく育てるというのと小型にガチッと育てるっていうのは、これはどちらがいい悪いっていう問題ではなくて、それぞれの楽しみ方の話です。そうなので、自分のおもとのその用土の特徴を知って、水やり、肥料、害虫の管理に生かしていきましょう。では用土の違いについて、この表の通りですね。それぞれの特徴は皆様が想像する通りだったと思います。土気がある方が水持ちも肥料持ちも良くて、でまた害虫の出やすさも高くなっています。今回は話を簡単にするために、土というのは畑の土を、赤玉土は売ってる赤玉土ですね。で、砂利は朝削りのような花崗岩を考えています。まず土について、土は一番水持ちが良く肥料持ちがいいです。そのため水やりの間隔もとても長くなると思いますね。土の中に肥料を持ちやすいのと、腐葉土などが入っていればすでに肥料を持っているのも特徴ですね。そのために害虫が紛れていることもあります。赤玉土は水持ち、肥料持ちはとても良いです。細かいものになるほど、ほとんど土と同じぐらいでしょうね。園芸店でもホームセンターでもどこでも売っていて、手に入りやすく、使う前に害虫がいることはありません。ですが、やはり土気を好んで害虫が潜むこともあります。で、多くの園芸を楽しむ方ですと、楽しむ植物に合わせて鹿沼土や日向土、腐葉土、軽石などを混ぜて、自分のこう狙ったこう水持ち、肥料持ちで植物に合ったブレンドにされていると思います。砂利は水持ち、肥料持ちは悪いです。水をやってもすぐに下から水が出てきてしまって、成長期、また夏場は水やりが頻繁になることもしばしばでしょう。その代わり害虫が潜むことは土や赤玉に比べて非常に少なくなっています。水持ちについて、土、赤玉土は非常に水持ちが良いので、水のやりすぎに注意します。あまり用土が乾かないのに水をやりすぎると根腐れを起こしてしまいます。逆にしっかりと水が持つ分、水やりがなかなかできないお仕事で忙しい方で、またズボラな方は良いと思います。で、逆に砂利は水切れに注意します。土や赤玉土と比べて用土には水はほとんど含まないので、よく乾きます。で、ここで美術品を作るおもと愛好家さんに向けて、おもとは
芋があって乾燥にも強く、またある程度乾燥して根が空気が好きなので砂利で植えることが多いです。でよく乾いた方が小型で締まった出来になるので、独特な表の美意識、その表の愛好家には好まれると思います。肥料持ちについて、土、赤玉土は用土に肥料をしっかりとこう貯めておけるので少ない肥料でよく効きます。砂利では肥料もほとんど下に抜けてしまって肥料の効きは悪いです。虫や病気について、土、赤玉土はやっぱり虫が出やすい、潜みやすいですね。そうなので殺虫剤、殺菌剤は土にもかけるようにします。砂利でもやっぱり潜むことがありますので殺虫剤、殺菌剤はやっています。土の中には、その土の中にその微生物がいまして、でいいもの悪いものいるんですが、土が葉にこうついて病気が出ることもありますので、そこは注意してください。ではまとめです。それぞれの用土の特徴というのは分かっていただけたでしょうか。大きく子もどんどん増やしたい方では、土や赤玉土を用いて肥料をよく効かせて、でその代わり病害虫の管理はきちっとやります。で水やりもやりすぎに注意してください。でまた表の美術品を作る方、葉芸でこの品評会などを狙う方でしたら、砂利系など乾く用土を多くしてガチッとこう作ってみるのも面白いと思います。それぞれの用土の特徴をよく引き出して表を楽しんでみてください。はい、では今回の表の用土の特徴はいかがだったでしょうか。私たち表の方面園はこのように表の情報をいくつも発信しています。もし今回の情報がためになった方は、いいねボタン、チャンネル登録で、またコメントなどをよろしくお願いいたします。表の方面でした。ありがとうございます。